見える、来るよ。ちおちゅーさん、ゲイチなんか嫌いだ。そうよ、ひどすぎる。ガダマス。おーい。聞こえてないのかしら。ダメね。これで脅かしちゃいましょう。カシャ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 。この音はもしかしてゴキブリ。しかも兄弟。どうしようどうしよう。やっと気づいたわね。私よ私。ねねねちゃんねねちゃんが巨大ゴキブリになっちゃった。あら気絶しちゃった。おい大丈夫か。おい。気がついたか。ゲイツ。ねえねえ大丈夫？さっきはテレビくん見ながらうーうーになってたし、ゲイツさんに向かってゲイツって呼び捨てするし、ゲイツさん心配してたわよ。だってジオさんのことやっつけるって決心したからゲイツリバイブに変身したんでしょ。ひどいよ。ジオさんがどんなに大変な過去を背負って今を生きてるか知ってるでしょ。それなのに、それなのに。ゲイツなんか嫌いだ。そうよ、ひどすぎる。あれ、どんどん新しいプリキュアが登場して、私の影がどん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 薄くなるじゃなーい。あ、おいくちゃん。そこの巨大ゴキブリ、私の名前を軽く呼ぶなんて、慣れ慣れしいわね。ちょっと待って、ほいくちゃん。あれは、ねねちゃん。ねねちゃんだよ。え、ねねちゃん？やだー。ゴキブリになっちゃったの？そこ。画面画面で、そこにいるのは誰？あの人は仮面ライダーゲイツさん。いや、仮面ライダーゲイツ、血も涙もないやつさ。私そういう人嫌いじゃないんだけどな。何言ってるの。俺はこんな茶番に付き合ってる暇はない。帰るぞ。ゲイツさん、この前の放送で茶番って言われたの気にしてますね。黙れ。ひひら。それにしてもホイップちゃん、本当に久しぶりね。出番がなかなか回ってこなくてね。この村は仮面ライダーに支配されちゃったって感じ。確かにこの村の人口の7割は仮面ライダーさんたちだからね。もっとプリキュアも増やしていかないとね。その分ホイップちゃんの影は薄くなるよ。それはダメ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 。プリキュア人口は増えなくてもいいかな。はぁ、あ、見える、来るよ。ジオさん。いや、この姿はジオツーさん。何が来るんですか。もしかしてアナザージオとか。怖い怖い。いや、もっと怖い。オーマジオ。いや、この村に新しいプリキュアとゲイツリバイブとリュウソージャーがやってくる。やっぱりゲイツ嫌い。新しいプリキュア、リュウソージャー、イケメンかしら。みんなにとって未来は良くも悪くもあるんだね。そうですね。未来だからって明るいとは限らない。でも暗い未来は嫌いよね。あ、ごめんホイップちゃん。明るい未来にするかどうかは自分次第なんじゃないかな。さすがジオさん。よし、僕は明るい未来のためにゲイツをやっつけに行く。そうね、私はこの花かっぱのテレビくんでリュウソージャーの勉強しなきゃ。ケボーン。私はジオツーさんでしたっけ。うん、あなたに未来を捧げます。ごめん、君との未来が見えない。そうだ、花かっぱくん、ケイツに優しくしてあげて。待って、久しぶりの登場なのにこんな結末、悲しすぎる。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんある。